お肉はどうなったの1キロ食ってもう全部家族にあげたちなみに UberEats はもう3回頼んだぜ分かりました今の分かりました皆さんいないんすよ俺が大丈夫音いい感じ ?OKOKOK 引っ越しました東京ですあ新居めっちゃ快適ではあるねうん部屋広いうん広いめっちゃ広いねそうこの部屋で寝るで家具とかも前の家にあったのも全部持ってきた結構お高いとこまあ まあ、いい値段はする。まあ、前の家は放置、まあ、そうね、一旦放置はしてるかな。まあ、で、まあ、割と、まあ、家具の設置とかもいい感じにできて、音はね、大丈夫だと思うんだけど、爆音ででけえテレビでスト6やっても、大丈夫なぐらい、音は大丈夫だから、俺の声をしゃべるぐらいだったら、多分大丈夫だね。防音室は入れない。うん。まあ、そんなに。 まあ俺、前の家でも別深夜はあんま大声出さないようにしてたからな。お肉はどうなったの1キロ食ってもう全部家族にあげた。画角ゼロストリスペクト。いや、ここしかない。お置いていい感じだったのが。他にも置こうとしたんだけど、なんかしっくりいかなくて、とりあえずここに置いてる。料理配信はできそうにない感じ。いや、できるね。多分えっと、今俺がやろうとして、まあここ配信部屋なんだけど、まあ、配信部屋にパソコンがあって、で、リビング。 リビングのでっかいテレビにもうパソコンをつなげたんだよ余ってるパソコンをつなげてでそこのパソコンでそのスト6ができるようにしたのまずあの湯、ー、船とかいろんなやつらが遊びに来た時みんなででっかいテレビで格ゲーができるようにまずしまし,してそうでリビングのでっかいテレビでパソコンつなげてるからあっちのテレビで OBS 入れてあっちでも配信できるんだ リアルコラボまあ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 ご縁があれば多分どっかでするんじゃないのかなちなみにウーバーイーツはもう3回頼んだぜ混ぜそば焼肉弁当あとなんか忘れちゃったけどうますぎるぜボトカさんが飯食いたいってそうボトカさんから飯行こうって来たけどもうあのー、他に入ってて予定が一回断っちゃったからねちょっとまたまあでもなんかリドルの忘年会みたいのがあるらしいから そうリドルの忘年会もあったし、まあ、このタイミングで東京来れてよかったなって感じ何で引っ越したん、まあ、月に2回も3回も東京に行くのめんどくさすぎてあまりにもそうなんかイベントがあるたびに東京来て案件とかあるんだけど、まあ、案件の金が何十万ってもらってその中の数万円が旅費とかに消えてるのもったいないなと思ってそうでどうせ旅費で出すならもう正直今俺が住んでるところ のの半分ぐらいを出してたの俺月に移動費だけでだったらさもう半分出してさ東京に住んだ方がよくねって思ってしかもあの東京で案件があるとさ2日3日さ家開けなきゃいけないじゃんいや旅費は出るんだよ出るけどさもったいなって思わん俺がもし東京に住んでたらその旅費分ももらえるって思ったらさ東京でよくねって思うしそうと東京にそのイベントとかで行って23日開けるとさ 配信が23日できないじゃんそ,うそれもゴミだからうん外で声かけられてないかけられたね全然てかなんならあの今回東京に来る飛行機全然修学旅行生の飛行機にまたぶち当たって全然バレて喋りかけられたねうん30人単位ぐらいの男,男子高校生か中学生に囲まれたよ今回も全然うん全然バレた塩対応した全員と握手したよ うん、全員と握手して手洗った。あ、そう。俺が、俺が配信してない間に、あの、リドルバロラント部門がね、できてまして、はい。あの、僕、一個言っていいすかちょっと見るかいい、みんなで。リドルの紹介 VTR あるんですけど、ちょっとみ見てほしいんですよね、ちょっとみんなに。これあるじゃん 分かりました今の分かりました皆さん。今、あのリドル、ストリーマーいっぱい今、これ出ますよね、最初。はい。まず、まあリドルっぽいですね、リドルオーダー。で、ここでね、これリドルの今までの中。で、まず、ね、一番最初、ストリーマーでやった桜。でね、エーペックスの人たち。で,で、高木。でね、エーペックスの人たち、新しい人たちと。 アジャコング、シンジいないんすよ、俺が。俺いないんすよ、これ。アジャとか、あのシンジより早く入っ,て入ってるんですけど、僕いないんすよね。まあ、い,いいんですよ、別リドルのバロランとかね、出ましたっていう動画なんで、まあ、い,いいんすよいいんですけどね。どっかに紛れ込ましてほしかったね。ちょっとぐらい。どっかに。 せめて何かどっかに差し込んでては欲しかったねうんそうですねいないんですよね僕どこ探してもど,どこ探してもいないんですよね僕まあでもあのー、すごいよねまさかのあの人もいるからね たぶんうちの編集士ここをこれ,これ動画にすると思うけどてか俺全然知らないんだよな言うてこれ皆さんマウフィンがリドルバロラント部門でうん嬉しいねーリドルのなリドルの看板を背負って戦いますよマウちゃんがちょっといろいろ感慨深いですよねこれは なまあでももう完全にバロラントは応援するところが応援しなきゃいけないところが決まっちまったなまあでも、まあ、まあどうしようかなって感じですけどね応援するかどうかも僕この画面にいないんで僕この画面にいないんで応援するかどうかもわからないですけどはいいないんで僕ここにシンジとかアジャとか高木はいるけど僕いないんではい誰よりも先に入った俺がいないんではい まあでも嬉しいよね、バロラント。最近ちょこちょこ裏でやってんだよね、バロも。応援するときはリドルに許可もらわないとね。<laughs> ハブじゃん、俺。何なの俺が一番、俺一番体張った気がするんだけど、リドル入るときに。顔黄色に塗って。一番体張った気がするんだけど。無理か、やっぱ。やっぱさすがにこうイメージダウンに繋がっちまうか、あれは。そうなんだよね。ツと、ツを間違えてじって書いてるからな。 そう、1時間顔塗ったのにね。いいな、みんなライオットワン行ってんだよな。俺ももうちょい早ければね、行ったんだけどね、さすがに引っ越しとぶつかってたわ。忘年会も呼ばれてないよね。すごくない俺、メンタル。それだったら。呼ばれてない忘年会で、忘年会が今度あるらしいんだよね。やばいやつじゃん。え配信するのえ、どういうことえ、リドル忘年会って配信するんあれ。 分かんないどこ情報か分かってないけどやっぱり回ってきてないあボドカさんが言ってたえそうなんえー、めっちゃおもろそう配信席みたいなのちょっと待って俺の中の忘年会はさなんか居酒屋みたいなとこで「お疲れ様でーす」なんだけどえ配信するのどういうこと番組ってことまあでもリドルもなんかそういうのをやっていくっぽいからなうんそうだから東京来たからねそういうのもちょくちょく出れるから